ことを与えられて、どれくらいだふさわしいだけの給料もらった日は少しも知らない。いつの未来も思い違い、仕事ではない分かっていた。どうやらこれも手遅れ、仕事でしかなくなっていた。悲しいんじゃなくて疲れただけ、休みをください。誰に言うつもりだろう。奪われたのは何だ、奪い取ったのは何だ。繰り返して少しずつ忘れたんだろうか。汚れちゃったのはどっちだ、世界か自分の方か。いずれにせよその瞳は開けるべきなんだよ。それが全て気がつくほどまともな日常。花を仕掛けた抜け殻、動かないで餌を待って、誰か守ってくれないか。ならないで取ってみるだけ。人間という仕事を首になってどれくらいだ、とりあえず汗流して努力をしたつもりでいたんだぜ。思い出したんだ、いろんなことを向き合えるから、たくさんの眩しさと楽しくなんかなくて、優しくもできなくて、それでも呼吸が続くことは許されるだろうか。その場しのぎで笑って、鏡の前で泣いて、当たり前だろう、隠してるから歌えないんだよ。夜と傘をなぞるだけのまともな日常。Thank you.